震災で児童と教職員合わせて84人が犠牲になった石巻市の大川小学校などで、新任の教職員を対象とした防災研修が行われました。この研修は、震災の教訓を伝えていこうと、県教育委員会が3年前から毎年行っているものです。今年は4カ所の会場で行われ、このうち石巻市の大川小学校には、およそ120人の新任の教職員が訪れました。研修では、当時大川小の6年生だった次女を亡くした元教員の佐藤敏郎さんが、どんなことがあっても子どもの命を守ってほしいと訴えました。救ってほしかった命があって、救いたかった命があって、それは簡単に救えた命です。でも事実として、結果として救えなかった命になりました。頑張ったから仕方がないのか、かわいそうだから辛いからもうやめようってやめてしまったら、あの日の子どもも先生の命も無駄になる。もう絶対未来につながなくちゃならないと思っています。その後、近くのホールで当時大川小の6年生だった長女を亡くし、現在石巻市内の中学校で校長を務めている平塚真一郎さんの講話が行われました。教員という仕事、未来を作る仕事なんです、ね、防災も未来を作ることなんです、ね、ここに携われることを、ね、誇りに、それから大切に思いながら、私もこれから過ごしていきたいと思います。自分が守られる側だったものが守る側に立場が変わったんだなということを強く感じました。当時の状況をどのように伝えていくのか、またそこから得られたものを伝えていくのはどうしたらいいのかなと考えました。授業はもちろんのことなんですけれども、学校生活のあらゆる場面でまず生徒の意見、生徒はどう思っているのかということを考えた上で、生徒が自分で考えて行動にまでつなげられるようにしていきたいなと。一方、若林区の震災遺構荒浜小学校には212人の新任教職員らが訪れ、当時の校長だった川村隆夫さんらから被災当時の教職員の様子などを聞きました。教室には先生方と子どもがいる。そこに一斉に連絡するのが一番簡単なのは、訓練で使っていた校内放送ですね。それが全く使えなくなった。あ、訓練はしていてよかったんだけど、訓練通りにはならないことがたまたまそういう時に起きてくるものだなというふうに思っています。川村さんは日頃の訓練も大切にした上で、夜間や長期休暇中などさまざまな場面での災害対応を考えておいてほしいと話しました。津波の高さがどのくらいなのかっていうのも初めて実感したし、教師自身が防災教育に対してしっかりもう知識であったり、あとは技能を身につけ、子どもたちの命は絶対に守るという強い思いを持たなければいけないなというふうに感じました。